健康の維持、増進に特別に役立つことを謳って販売されたり、その効果を期待して取られる食品のことをいわゆる健康食品と呼んでいます。しかしこれが健康食品ですという定義はありません。健康食品として販売されているからといって安全とは言い切れません。健康食品には通常の食品には含まれていない、つまりこれまでに食べられた経験のない成分が含まれていることがあります。食品由来の成分であったとしても同じ食品や食品成分を長く続けて摂った場合の安全性は正確には分かっていないのです。特に錠剤やカプセル、顆粒の状態のものは飲みやすく、特定の成分を過剰に摂りやすいというリスクがあります。また健康食品は健康な大人を対象にして作られています。高齢者、子ども、妊婦、病気の人の安全性は確認されていません。健康食品は病気を治療するものではありません。病気になった場合、健康食品がかえって病気を悪化させることもあります。医薬品と併用する場合は必ず医師、薬剤師に相談しましょう。ダイエットや筋力増強効果を期待させる食品には特に注意しましょう。これさえ食べれば元気で長生きできるという食品はありません。バランスの取れた食事を心がけましょう。